タウンエースは、トヨタ自動車が1976年から生産、販売している、キャブオーバー、またはセミキャブオーバーのワンボックス商用車、並びに派生車種の乗用車、および小型トラックである。同社のカローラのコンポーネンツを利用した、商用、乗用療用車として、企画、開発され、ミニエース版コーチの後継者として、すでに生産されていた。 ライトエースの上級車種として誕生した。ライトエースは、パブリカの、タウンエースは、カローラのキャブオーバーバンという位置づけであり、両社の開発、生産は一貫して、ダイハツ工業に委託されている。1991年頃までは、トヨタファンの名で、北米市場へ、タラゴの名で、オセアニア市場へも輸出され、2代目の欧州向けは、トヨタモデル F と名乗っていた。 ワゴンハイルーフスーパーエクストラ量販価格帯の上級移行に成功し収益率は上がった。ディーゼルは当初版のみの設定であった。タウンエース2.0ディーゼルターボ、スカイライトルーフ 4WD、4AT タウンエース2.0ディーゼルターボ、スカイライトルーフ 4WD、4AT ワゴン 4WD に 2D。 ティスーパーエクストラスカイライトルーフモデル末期には誕生20周年記念のスーパーエクストラリミテッドを追加。トラックパネルバンバンライトエースと同様である。それぞれのグレードに標準ルーフ、ハイルーフ、低床、ジャストローが設定。デラックス以上のグレードのみ両側スライドドアの設定があった。両側スライドドア車は給油口の位置が左右逆になる。 ノアとボクシーは2007年6月に2代目にモデルチェンジし、タウンエースとライトエースのバントラックも同年7月にはオーダーストップとなっており、半年後の新型発表までは空白となった。そのため、同クラスのワンボックス商用車はボンゴ3兄弟のみとなった。トラックにはキャンピングカーのベース車としての需要もあり、この生産中止によってベース車の変更や、 生産そのものが中心に追い込まれるなど、キャンピングカービルダーにも少なからず影響が及んだ。また、バンやノアの B ピラーより、後ろのボディをカットし、それに合わせた、キャンピングシェルを新たに開発する事例も見られた。ダイハツグランマックストヨタタタウニエース、東京都では、以前は、トヨタ東京カローラ、トヨタ西東京カローラ、東京トヨタディーゼルで取り扱っていたが、 2019年4月1日に販売チャンネル制度を廃止しており、東京都内の全販売店で取り扱う。千葉県では以前はトヨタカローラ千葉の先売であったが、2019年4月1日にネッツトヨタトートが姉妹車のライトエースからタウンエースへの取り扱いに変更されたのに伴い、トヨタカローラ千葉とネッツトヨタトートの並売となった。後に、 エスティマの同市場への輸出名にこの名が引き継がれる。タウンエースより社格で一つ、上級となる同社のハイエースと、その競合車である日産、キャラバンとの競争はさらに熾烈であり、車の本質としては、商用版のままでありながら、考えうる限りのありと、あらゆる装備が満載されていた。ハイエースと、キャラバンでは、高級化と装備充実の競争が始まっていた。 タウンエースのカタログ、リクルート株式会社、2020年1月13日閲覧。タウンエース版1988年8月から1996年9月生産モデルのカタログ、リクルート株式会社、2020年1月13日閲覧。タウンエースノアのカタログ1996年10月から2001年10月、生産がモデル。 リクルート株式会社。2020年1月13日閲覧。タウンエース版のカタログ1996年10月から2008年1月、生産がモデル。リクルート株式会社。2020年1月13日閲覧。トヨタ、タウンエース並びにライトエースを、フルモデルチェンジ、トヨタ自動車株式会社。 https://global.toyota/.jp/.detail/.17823102020 <ッ>トト年6月22日閲覧。そのボンゴは2020年にグランマックスの OEM に切り替わったため、本車種の兄弟車となった。トヨタ、タウンエース並びにライトエースを一部改良、トヨタ自動車株式会社。 https://global.toyota/.jp/.detail/.12654772020 <ッ>年6月22日閲覧。トヨタ、タウンエース並びにライトエースに 4WD 車を、新設定、トヨタ自動車株式会社。 https://global.toyota/.jp/.detail/.14274762020 <ッ>年6月22日閲覧。トヨタ、タウンエース並びにライトエースを一部改良。トヨタ自動車株式会社。 https://global.toyota/.jp/.detail/.17197922020 年6月22日閲覧。トヨタ、タウンエース並びにライトエースを一部改良。トヨタ自動車株式会社。 h t t p s g l o b a l t o y o t a j p d e t a i l 1 9 6 6 6 5 9 2 0 2年6月22日閲覧。トヨタ、タウンエース、ライトエースを一部改良。トヨタ自動車株式会社。 https://global.toyota/.jp/.detail/.80486112020 <ッ>年6月22日閲覧。トヨタ、タウンエース並びにライトエースを一部改良。トヨタ自動車株式会社。 https://global.toyota-jp:/newsroom/toyota-22371667.html2020 年6月22日閲覧。トヨタ、タウンエースを、マイナーチェンジし安全装備を充実。トヨタ自動車株式会社。 h t t p s g l o b a l t o y o t a j p n e w s r o m t o y o t a 3 2 7 3 2 6 6 7 h t m l 2 0 2 0年6月22日閲覧。なお、トヨタではこれらの予防安全装備群は、トヨタセーフティセンスとして展開しているが、タウニエスは、ダイハツ工業が生産するモデルのため、 軽商用車のピクシスバンおよび2代目ピクシス、トラック同様、スマートアシストとなる。ありがとうございます。